おはよう、まっさん、だるまありがとうございます。きのぶりやっほ、うまっ、めっちゃうまっ。王将の冷凍のやつ、あの100個ぐらい入ってるやつ、うまっ。おはよう、おはよう。餃子にマヨネーズつけない、まだ。チョイスハートありがとうございます。おはよう、久々だね。おはよう、あ、いつもありがとう。おはよう。大阪王将だで。歯に青のりちゃうだ、歯にも青のりじゃなくて、これほくろ。餃子箱チャレンジ、あ、そうですね、まあ一つを10個と考えて100個、それならまあまあまあ余裕ですね今日。マジ美味しい、なんか涙出そうなくらい美味しい。なんか餃子ってやっぱり、餃子ってなんだろう、まあ包み込まれてるのいるじゃないですか、なんかまあ人の心も包み込むみたいな的な。うんふん、はいやめて、はいやめて。うまっ。ゆうぽさん、ありがとうございます。はいやめて、はいやめて。え、うまいこと言った、あざす。餃子野菜たっぷりだから、実質サラダ、うんうん、めちゃめちゃヘルシー。なんか朝に食べるのに持ってこいだなって感じ。まあいい匂いもするし、まあまあ外はちょっと歩けなくなっちゃうけど、まあ、いい匂いもするし、本当にすごく美味しいです。姫田さんのブログ見ました。もうなんかもううる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 みたいな感じ、本当にマジうまっ。朝ごはん、ピエ、泣かないで、餃子が包み込んでくれるよ。ニンニクが少ない餃子もある、あ、そうだね。ワンピース赤いやつじゃない、10個食べる、寝起きだから。皮から作ったの、うん、冷凍でもフライパンで焼いた。起きてる起きてる。ブログもちろん読みましたって感じ。バイバイじゃないよ、おはよう、おはよう。マジうま。ハニーさん、ありがとうございます。マジうま。あ、アリなんて、水餃子みたいな感じで。朝ごはんよ、ニンニク臭いやめて、ほんとに。うま、寝ようと思ったのに汗よ、今起きた。ちゃんと眉毛とかが、顔はやった。なんか大阪、京都が、京都がの京都王将が普通の王将らしい、大阪王将は別にあるらしい、昨日聞いた。寿司かつくん、だるまありがとうございます。 TY さん、ハートありがとうございます。白鵬さん、かわいい、ありがとうございます。え、豚ぶり丼食べたいな。食べたい。あ、今日から押しちゃいます。そんなあなたには餃子をあげます。うんふん、うんふんふん。京都の派生らしい。うん、餃子のタレもね、ついてた。しのぶさん、ありがとうございます。ハートボールドパパさん、ハートありがとうございます。マジで美味しいわ。餃子つけたいんだけどね、ちょっと汚れちゃうからね。マジうまい。うーん、ラーメンも食べたいな。うん、カウントありがとうございます。ありがとう、マジで美味しいよ。マジ餃子いいじゃん、めっちゃ美味しい、マジで美味しい。あげる。あ、ペアピー忘れてた。カウントありがとうございます。タレつけないの、一緒タレなんついてる、パリッてしてる、うまっ、う
旨味の極み。匂いやめて、匂いやめて。可愛くないよ、ありがとう。そーっとじゃなくてしっかり会いに来てください。大チョコピマルさん、可愛い、ありがとうございます。ケータラさん、可愛い、ありがとうございます。お疲れさんも、ハートありがとうございます。ニシキさん、アイスありがとうございます。皆さん、よかったね。なにこの餃子、美味しそう。朝から餃子なんておしゃれな一日だわって思った方はフォローしてくださると嬉しいです。フォローしちゃって。うまっ。ごまだれやってみる。週何回買い物行く、なんか減らした。なんか週3ぐらいで行ってたけど、ちょっと減らして週2回、足りなくなったら3回みたいな感じ。あ、本当に一緒に食べよう。あ、お仕事なの、それはダメだわ。フォローしてないんですか、逆に。うまうまうま。あ、ありがとうございます、フォロー。うま、あーってセルフで戻ってきちゃいな。買い物するときはカード使います。使わない、なんかね、カード使うとカートにかけたものを忘れちゃうから。チョコミントさん、ハートありがとうございます。ありがとう、嬉しいわ。あ、イカつけるとね、ちょっと小顔効果になりますよね。餃子だけ、あのね、お昼ご飯も食べるからとりあえず餃子だけ。うまし。匂ってきた。嘘、ちょっとごめん、お腹空いちゃった。本当に飯テロしちゃった。餃子のように包み込んであげるね。はい、迷わないで、迷わないでいいんだよ。あ、今干されてるぬいぐるみ全部。お昼も食べるよ。そう、一回に聞かれる、イカに光るじゃない、イカなんでつけてるのって聞かれる。ちょっと眠すぎて意味わかんなくなっちゃった。うまっ。マジでくちくさい。妹料理うまいよ。オムライスがうまい。うん。イカせんべい食べた？運命じゃん。イカせんべいって何？イカが入ってんの？うん、ブジューって潰されたやつ。美容院行くときはダメよ、ニンニク食べちゃう。まいこと言っちゃった。何個食べるんですか。10個だよ、10個。うまい。あ、マヨネーズに醤油かけるやつやりました。美味しかった。今日は青木りかちゃんにおすすめしてもらった塩ラーメンでカルボナーラ作るやつやってって言われたんです。ちょっと買いに行ってみる。あ、そっか、みんなマスクしつけてるから口臭くても大丈夫なのか。みりん漬けのお菓子、調べます。調べて食べる。何でも食べる。今日かわいいよって、そんなことないよって。あ、そうなの、ハートが白のまま。餃子あげるからフォローして。そう、なんか塩ラーメンでできるらしい。でもだからお昼はサラダ、お昼、あ、じゃあ夜はサラダ、お昼はそれ食べちゃうから、そう、ちょっとね、塩分高くなっちゃうから。うまっ、うまっ。ハートありがとうございます。錦さん、ハートありがとうございます。全然可愛くないよ、そんなことないよ、臭くない。今名古屋。今日も可愛くないよ。ハートありがとうございます。ありがとう、いっぱい餃子食べたくなって。551って餃子あるっけ。なんか豚まんしか食べたことないや。夜さ、意識高いっしょ。でも夜のサラダにはね、いろいろ入れちゃうんで、いろんなもの入れちゃうんで、まあ結局ね、なんかそれをサラダって言っていいのみたいな感じになっちゃう。チョイスさん、ハートありがとうございます。餃子あれいけるよ、ありがとう。551とミレイちゃん、どっちだ、ミレイちゃん、もううまい。551の餃子も食べよう、帰ったら。ふーん、うん、あ、
ツイッター見ます。じゃあ初見さんありがとう、ハート、ありがとう。肉団子も食べたことない、ここいちは。なんだろう、餃子食べます。じゃあ肉団子もじゃあ食べます。あ、シューマイはね食べたことある。シューマイも美味しい。王将もシューマイある、冷凍で。ちっとやってない。ガリコさんバラありがとうございます。キューチャーさんハートありがとうございます。キューチさん、テツヤさんダイマありがとうございます。なんかよく分かってないけどありがとう。お礼に、初見さんお礼に餃子あげる。朝から2時間歩いた、意識高い。歩きたいんですけどね、起きれない。そんな、でも夕方ぐらいにね歩くのは良いですよね。ちょっと本当に家にいるから、ゲームの中ではめっちゃ走ってるんですけどね。カウマミルッピさんリアありがとうございます。ありがとう。目がでかい。そう、ありがとう。何で止めてるの、洗濯わさび。餃子最高、めっちゃ食べれると思う。いくらでも食べれると思う。100いけるかなぐらい。100は無理やね。50いけるかなぐらい。白米食べないの、ちょっと炊くのめんどくさくてね。でもちゃんと炊いてる。あのもう名古屋来てから2キロのお米の袋3個食べきった。食べ過ぎって、本当に食べ過ぎ。100個は持った、ごめん。本当にあつ森やってるよ。お仕事頑張ってください。頑張ってな、頑張ってな。リガビも歌うで、毎日アイドル30日の日に。伊賀の方がいい。マジうまいわ。美味しい通り越して、なんかもうおいでって感じ。島の名前何？あ、なんかをあのお弁当、あ、なんか私めっちゃやり直しちゃうんですよ、町を作り直しちゃって。何回もやり直して、お弁当をもっともっとだけ、もっとをごめんねいいよありがとうなんですよね。今ごめんねいいよありがとうなんですよね、島の名前。おはようございます。おはよう、おはよう。おいゼットだわマジで。おいでおいしい子して、おいでい子して、おいゼットみたいな。そう、ヒーさんハートありがとうございます。お米めっちゃ食べる。おいぴー、リカピだけにおいぴー。明日4月ラスト、本当に日付感覚がないもんで、ね、本当にすみませんね。ありがとうございます、星たくさん。おい、きうちなんやなんや、おはよう。なぜだけもっと、もっともっとだけもっとってあるじゃないですか。ピアノ売ってちょうだいってやつ。あれパクった。大チョコビバルさんハートたくさんありがとうございます。ありがとう。もう満腹なのか、全然。でもお昼ご飯食べるしっていう感じ。もう5月早すぎる。明日から3月だよって言われても全然いいよって言えるぐらいの心の広さを持ち合わせてるのにな。眠たいな。おはよう、おはよう。うん、おはよう。ありがとうございます、錦さんハートたくさんありがとうございます。うん、昼はどこの日だ。昼はね、あの青木リアンに教えてもらったカルボナーラで、カルボナーラを作って餃子食べる。餃子食べないよ。だからあ、お箸の持ち方上手ってよく言われる。映んないけど、ありがとうございます。もう一回誕生日くん、そう3月4日に誕生日だから。あ、24、毎日ある、ありがとうございます。毎日ありがとうございます。カルボナーラ作る。そう、今日新しいハピー、おいしい。ありがとう、毎日毎日ありがとう、本当に。そう、あと6日で、そう、毎日アドル30日でメイド服着て白あえ作って
白あえ分かりますか、豆腐混ざったなんか和食のサラダみたいなやつに白あえに何だっけ作って、あ、歌う歌うみたいな。結婚しような、イカついてるよ、縁やで。毎日ありがとう、こっちこそありがとう。なんかね、無理かも、30日以降はちょっと分かんない、まだ。白あえ、白あえ好き、和食が好き。なんかさ、ステージが豪華になるらしい、初めて。そう、ほうれん草の白あえ、そう、めっちゃドライアイ。フォロワー5000人の気象ですけど、何フォロワー5000人にいけそうですか、逆に。もう、うまっ。どうですか、ほうれん草のおひたしも好き。あ、餃子美味しい、どうしよう。フォローしておきました、マジ感謝通り越しても、感謝ありがとう通り越しても、なんかウレピーマン通り越して、ウレピーマンの肉詰めって感じ。え、100人切ってんの。皆さんフォローしてくださいフォローしてください。ねえ、嬉しい、わけわかんフォローちょっと言ったらね、減っちゃうからダメなんだよ、言っちゃ、言ってた。ねえ、ほらすぐほら外すから。もううまうますぎる餃子が。ちょっとフォローしようかな、しちゃいな。おはよう、おはよう。なんかフォロワーあと何人で何々って言ったら、なんかフォロー外されちゃうらしい。フォローしたらやった、スキピ。メイド服着る、メイド服30日で。あ、何します、例のやつはちょっと調整しないんですけど、え、何しよう、何しよう、ごめんねで読みます、そんな元からしてるでしょ、ひどい話よ、ほんと優しくしてみんなね。あ、今日からゴールデンウィークやん、イエーイ、おめでとうございますお仕事あるかもしれないけど、今からフォローずっと、なんでなん、餃子あげるからさ、餃子あげるからさ、許して。メイド君ちょっと変換ミスってる。あ、ドライアイだよ、やだやだ。チュイさん、ありがとうございます。明日お仕事頑張ってください、頑張りましょう。私も今もうバリバリレポート書いてる。あ、あ、落ちた、落ちてない、お皿の上に落ちた。最後一ついただきます、うまっ、うまっ。なんかもう、なんかもう食べるってすごいよね、なんか毎日食べられる、ほんとに。いや、毎日まあご飯食べられるのは、まあそれはまあ人間なんでもちろんそうなんですけど、餃子も、餃子人減るのこんなに美味しいのに餃子。おはぴー、おはぴー、やっこ、おはよう、今日もおはよう。ともひみりゅうさん、くまありがとうございます。あ、昨日の処刑さんじゃん、やっほー、やっほー。いや、マジで嬉しかった、ほんとに。ニンニク臭い、やめてね、ゴールデンウィークがね、出てこなくて、昨日オレンジャーって言っちゃった、ゴールデンウィークのこと。そう、餃子飴食べた、もう食べ終わっちゃった、ごめん、あげられなかった、ごめんね、本当に。餃子食べたい、それなんだ。おはようございます、おはようございます。そうなの、間違いないね。でもまあいい匂いだと思うけどね、口から餃子の匂いしてても。自分今めっちゃしてるけどオレンジャーって言った、初見です、初見じゃないよ。なんで飲むのを隠すの、ちょっと恥ずかしい。タレタレタレよ、炊飯ジャー、ゴレンジャー。
ちょ、お尻痛いからペンタローに座るね。ちょっとあんしてたんだけどね、ちょっともう食べ終わっちゃった。あ、シェロップ買える？餃子食べ終わった。オッケー、もうね、あ、目覚めてきた。ちょっとね、起きてきた。なんかもう朝起きて、ちょってメイクして餃子焼いて座ったみたいな感じだったから、ちょっと声もね出てなかったけど、もうこれからはもう目も覚めてきたからいい感じ。イエボーさん、ハートありがとうございます。手作りじゃない。冷凍、さすがに朝から手作りはちょっときつかった。夜だったら餃子作るかもしれん。作るか、眠くなってきた。分かる分かる。え、なんで帰りたいとか言うの？帰りたくないって言ってる。あ、これね、なんかね意外と好評なんだけど、どう思います？どう思う？餃子の具にイカ入ってなかった。でもなんか心の目で見たら入ってたのかもしれない。おはおはよう、おはよう、おはよう。餃子作れ、作れるよ。あ、マナシアさん、ハッピーチョ、かわいい、ありがとうございます。ありがとう、かわいい声で、かわいい声で、かわいい、ありがとうございます。初見です、朝から餃子ありがとうございます。餃子焼くなんて素敵と思ったらよかったらフォローしてください。じゃ、飽きてきた、やめて。ちょ、気にしちゃう、気にしちゃう。じゃあ次何つけよう。もうないよね、ちょっとね、ネタ切れ、ちょっとネタ切れ、もうネタがない。いかんの気持ちになってごめん。本当に冷凍違うな、甘えって思われるかなと思ったんだけど、起きれなかった。本当にもう朝がね弱すぎてね、起きれなかった。餃子、え、厳しくない？厳しくない？もうだって食べちゃった。ちょっとじゃあ餃子のぬいぐるみ探すわ、ネットで。たまに餃子ついてない？そうなの？くそ。おう、パリピですか？パリピよ。ちょっと眠すぎてね、あんまりねなんか本領発揮できてない。お疲れさん、ハートありがとうございます。いいな、ステーキ食べたい。ステーキ冬出しに戻ろう、一回冬出しに戻ろう。ミクロがリカピみたいな顔になりたいって言ってたよね。嬉しい、それめっちゃ嬉しい。え、どういうこと？ショールームで言ってたってこと？え、嬉しすぎる。こんな餃子が泣いてる、ごめん。本当にちゃんとだから餃子のやつ探すね。お疲れさん、ハートありがとうございます。ペンテロつけたらちょっと、あ、そう、パリピのものです、すみません、よろしくお願いします。キレが悪い、違う、今日本当に眠いの。寝起きなんだもん。春巻きがいかに、あ、でもこれちょっと春巻きっぽいよね、わかる。ちょ、くしゃみしていい？くしゃみしていい？ごめんなさい、昨日のショールームで言った、見たかった。ミクルンフォローしてるのに通知が来ない、なんか感じだろう。ああね、違う、ネンドル作ってた。え、餃子見ました？あのあれも見た、リカピも見た。変なくしゃみ、本当にごめん、いつも変なくしゃみ。やめて、おめでおとんのくしゃみに似てたみたい。くしゃみあんま触れないで、ちょっとあんまりちょっと初見さんもくしゃみ触れないで、ごめん、ばらまいた、ごめん、本当にちょっとソーシャルディスタンス、ちょっと本当にくしゃみにはあまり触れないで、全然。リカピは顔が小さくて鼻筋が切れてた、褒めすぎ、それはミクロのも可愛いから。意味わかんない、くしゃみについては触れないで、本当に変なツッコミじゃない、本気に怒られる。なんでそんなにいじられキャラなんですか、教えてほしい。え、これはもう切実に教えてほしい。生まれて18年間いじられキャラじゃなくていじりキャラに回ったことがないので教えてほしい、アドバイスください。すべて受け入れて優しい、ソーシャルディスタンス、本気のくしゃみじゃない、ちょっと間違った、ごめんごめん。
ついにイカを紙につけるようになったんだね。ちょっと、もうちょっとこれ良くないと思う。もうやめた方がいいと思う。いいくしゃみでした。本当にいいくしゃみの、あまりもくしゃみやめた方がいい。ニンニクの匂い飛んじゃった。やんのか。あ、そう、褒められるのは苦手ですね。ミクロも可愛いのに苦手。あ、ね、本当にミクロマジで可愛いよ。てかみんな可愛いのに、ミクロとかずっともう可愛い可愛いって言ってくれて、なんかもう嬉しい嬉しい、ありがとう、大好きって感じ。もう本当に眠たい。なんでだろうって、こんなに眠たい、なんで寝ても寝ても眠たいんだろうと思って、なんで寝ても寝ても眠たいんだろうってよく考えたら、なんか定期的に起きちゃうからですね。はじめまして、ヤッホー。はじめまして、ヤッホー。そう、聞き上手とか言われちゃって、同期にちょっと蹴れちゃう。好きが、あ、好き多いですか？そんなに？まあでも別にね、お決まるって感じ。全然お決まるって感じ。関西人だからね、言われ慣れてる。めっちゃ変な音鳴らしちゃった、ごめん。もうでも、褒めてほしいって振りだと思われるけど、全然褒めてほしいとかはない。本当にね、褒められ慣れてないから、もうお母さんにも褒めないで、褒めないで、褒めないでって感じ。熟睡できてないんじゃない？起きたくて起きてんのよ、今日。目覚ましかけて起きてんのよ。わざわざ。眠たい。お願いしない。これで鳴らせんの。可愛くないよ、本当に。褒めないで。褒めると泣いちゃうから。可愛い、違う、本当に褒めないで。可愛くない。マジか。怖い。キャラ変ですか、皆さん。眠たい。全然可愛くないです、本当に。めっちゃ花粉症。もう鼻がね、花粉症。川原すぐ、可愛くないのに。昨日めっちゃ嬉しくて、夢に出てきた。嬉しすぎて。もうなんか頑張ってよかったなって思った。1年間。ヒーさん、ありがとうございます。可愛くなったって何？もう、可愛くない、本当に。知ってる。トーク力って感じだから押していきたいの。カギピーさん、ありがとうございます。ヒーさん、ありがとうございます。もう本当に、ちょ、昨日マジで嬉しかったんですけども、この喜びを共有してほしい、共有してほしい。可愛くないって。美縁よ、めっちゃ。マサ、可愛い、ありがとうございます。ちょ、待って、本当に。もう褒めなくていいか。もう褒めてるコメントも全部、もう、通報していくわ。ピッ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 。もう昨日めっちゃ嬉しかったんですけど。ねえ、どう思います？もう頑張ってよかった、本当に。おはよう、おはよう。なんかあったんですよ。ヘラ、やめて、フォロー外さないで、本当に。もう聞いて、本当に嬉しすぎるんだけど。早く言って、ごめん。違う、ひめたんさんが、私はもうね、9期のオーディションの時から一番可愛いなってずっと言ってて、細くて身長も高くてスタイルもすごく良くて、でずっとよいよ、もうね、もう好きって感じだって。なんか握手会もあのオーディションの後に行ったりするぐらい好きで、でも好きって感じだったんですけど、そう、絶対ね、だから私は9期一緒に受けたのに、まあ自分は落ちちゃって、そう、でも1年間待って、1年間頑張って合格して、そう、一緒のグループにいると思ったら、もう、もう泣き、もう嬉しすぎて。で、ひめたさんのブログに書いてくれてたらしく、書いてくれてくださってて、覚えてるって、休憩の時も覚えてるって。はぁ、あ、もう、よかったですね、そう。もう嬉しすぎて。泣かないから。なんですけいなの。
好きだからって感じ。もうめっちゃ嬉しい。タメ口でいいとか言われても全然タメ口とかもできない。もう尊敬するところが多すぎてタメ口なんかできない。そう憧れ、もう本当にダンスもできるし、もうマジでマジでそう本当に認知もらっちゃってたうざがらみ。そうやばくないですか。もう本当に嬉しくて、もうなんか余韻がすごすぎて、なんかもう余韻って感じ。もう余韻がすごいって感じ。今日だからちょっとあんまり面白い話はできない。もうなぜならもう昨日の余韻の話をしたくて夢にまで出てきた。メンバー何、それはそう、それはそう。佐藤かおさんも好き、佐藤かおさんも好きマジでマジでマジで余韻、まあ、恋をするってこういうことなんだなってすごく思いました。うん、好き。面白くなくてもまだよかった。そう休憩の時、そう辞退したんですけど辞退してないみたいな辞退はしたけど参加はしたみたいなね。恋してるわ、ちょっと漢字の変換間違えてるけど、ちょ待って、その変、その振りやっぱ良くないよ本当に。ちょっと危ないが辞退はしたけど初めまして、ヤッホーこんにちは。ヤッホーよかったらフォローしてください。なんとかさん四捨五入もできない本当に。そんな四捨五入していい存在じゃないの。そう私はラジオ配信してたんですよ休憩の時に。そうめっちゃ眠たい私も。トトイチャンスいいね、ありがとうございます。辞退した。なんで中指なの、あんね、なんで中指かっていうと、なんかそのオーディションの時にラジオ配信してて、ラジオの時にここの画面にこういうね、こういう画面だったんですよ。こういう画像があって、で顔が描いてあるの、指に顔が描いてるやつがあって、でその顔の中指の顔に似てるって言ったんですよ私は。どの顔に似てるみたいな感じになって、私この中指の顔に似てるんで中指って呼んでくださいみたいな感じになった。薬指の方がねよく見たらね可愛いかもしれないけど、中指ちょっと眉毛がすごいんですから、ね、今でも旧期最後のショールを 見直せないで本当に。あのなんか五十嵐早香ちゃんも同期も見たことあるらしいきつい。なぜ辞退したんですか。あのお家の事情です、お家の事情ね。じゃあ死者を利用できない本当に。いや中指って呼ばなくていいですよ、もうどっち、まあ、何でもいい、何でも呼んでもいい全然。もうめっちゃそう、もうね学業とかじゃない、学業とかじゃない、あの学業とかじゃないよ。最後のあの配信はリアルタイム、嘘、えそれまではいらっしゃらなかったですよね。もうじゃあもうそれはラブシチュエーションですね。中指ちゃん知ってるよもうね。私ちょうどねその中指ちゃんだった時にライバルだった子がいるんですけど、ニオンタンっていう子がいるんですけど、その子もめちゃくちゃ可愛くて、最終審査で見たら本当に可愛かった、マジ生で見ても可愛かったですよ本当に。可愛くてね、思い出がたくさんね、みんな落ちちゃったけどみんな可愛くてそう高校2年生でした。そうなんだ。自体の見なくていいんだ。騒がしいから音で言ってなく、騒がしいやめて、騒がしくない本当に。懐かしいですよね本当に。そうちょっと今日は思い出の話になっちゃった。11期のりかこちゃん会ったことありますこれね、事件のね、これ本当にもう笑ってしまう、思い出しただけマジ可愛すぎて、みんな皆さん可愛すぎてもうなんかどうしようみたいなね。休憩の時ゆいちゃんも前後だったんですよ、加藤ゆいちゃんも。で加藤ゆいちゃんも
辞退したらしい、合格してからってね発表されたらしいそうハンバーグちゃんってもねライバルってライバルだったんですけど、受かったの辞退、私は受かってない、辞退して落ちた、普通に辞退したとか関係なく落ちた、実況受けないからね。私も応援してました、 STU の方も。幻の11期ね、もうなんか感動的な話かと思った。キイチさんは合格すると思ってました。なんで、なんでダンス、私は絶対ダンスでまたやばいかもしれないなと思ってめっちゃ焦ってた。そう、号泣配信あ、覚えてますよ私、皆さんのこと。へえ。ね、ゆいちゃんも一緒に SK 受かってよかったです。9期に受けてた人たちが、もうね9期のオーディションの時に一緒に落ちて一緒に帰ってた井上美優ちゃんも AKB のチームエイトにいてみたいな、みんな別々だけど夢を叶えて、そうそうそう、 AKSK 落ちて A 届こうと私一緒にツーショットありますよやめ、泣きそう、泣けること言わないで、いい話よ本当。そうそうなんです、そうで、その9期にの時に番号が前後だったゆいちゃんと私が10期で、渚のイメージ10期生の曲で2人でセンターをするっていう、もう感動の話、もうない、泣いちゃう。あ、犬好きそう、わかる。だからね、だからね、もう絶対にもう頑張るしかない、これから。このショールームにいい話あるのできない、ごめん本当に、いい話はカット、ごめんカットね。そう、いや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 、すごい、合格者予想して当てるのすごいね。え、10期落ちたらどうしようって、もう私前、前日のダンス審査の前日の時にもう吐きそうで、もう吐きそうすぎて、もうずっともう吐きそうで、名古屋行きながらも吐きそうで、もうなんかカツサンドをなんか食べたら元気出るかなと思ってる、眼科器でカツだからカツサンド食べたんです。そしたらもう余計胃もたれしちゃって、もうダンス踊る前にちょっと待って、また吐きそう、また吐きそう、はっと思いながらダンス踊りましたね、めっちゃみんな可愛かった。休憩の時になんかもう落ちたなって思ったもん正直落ちちゃったなって思いました、休憩受けてると受けてる時。本当にダンス審査にねスキッパーって本当に良かった。バイト頑張って頑張って、そりゃダメやろカツ食べて体調悪かった、本当にびっくりした、本当にもう吐くと思いながら食欲でなくなると思う、そうなんか9期のオーディションの時もトイレに入ったらめちゃくちゃ可愛くて、赤堀きめさんとかがめちゃくちゃ可愛くて、もうなんかもうおにぎり食べながら、もうなんか落ちた落ちたって思いながらよかった10期で受かって、あ10期は自信 100% で行こうって決めたんで、もうなんか受かる受かると思って、もうカツサンド食べたせいで吐きそうだったけど、自信はあったつもり。そう9期の時にね、コアラちゃんっていう一緒に受けた子が、そうオーディションで二次審査で見て橋本環奈似てたって言ってくれたんですけど、全然似てないのになと思いながら、ラジオしながら全然似てないのになと思って、マジで可愛い、マジで可愛かった、え、怖い、全然怖くなかった、マジで可愛すぎて、もうなんかお人形さんがいると思って、来るとこ間違えたかもしれないと思うぐらい可愛かった。ご声にありがとうございます。10期で仲いいのは青木りかちゃんと紀藤みくるちゃんです。みんな仲いいけど、オーディションもイカつけていったの、あ、オーディションにのリュックイカつけていきましたよ普通に、あ、なんかそういう
理由とかなく普通にリュックにイカつけた、学校のリュックにイカつけてたから、で学校のリュックで行ったからイカつけてた。だから82番ちゃんもめっちゃ可愛かった、喋った。ミレちゃんはミレちゃんのすごい、ミレちゃんと前後あったんですよ席。そしたらもうなんかすごいオーラがすごいと、ダンスが上手かった、すごいわ本当に。ミクロンと仲いいの意外ってめっちゃ言われる、喋れるって言われる本当に。あそうなんだ、じゃあ10期でよかった。なんで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 触れてくれてなかったの。一回なくした、これ一回なくして帰ってきたのお家に。よかった、じゃあ頑張って喋りかけられるように頑張りますね。びっくりする本当に。あ私聞き上手なんですよ本当に。よ同期の子に言われたんだもん本当に。スキップは武器じゃないよ本当に、もう足引っ張られるから。スキップの振り付けのさ足が来た時もう絶対もう見えないとこにさ踊らされて頑張るから。あミクルなの。ミクルダンスめっちゃうまい、ミクルダンスめっちゃうまい、なんか覚えんのが早い、滑りも上手。ありがとうございます。そう聞き上手って言われてた早川さんに。決まった、キャラブレしちゃうからあんま言わないでほしい。あ、そう、あんま言わないでほしい。自分でごめんごめんごめん。言われたことはね、言っちゃった。めっちゃ嬉しい、マジで姫たんすんの。一生ニヤニヤできる。車の運転はできない。これ水族館で売ってるよ、水族館で。え？公式ホームページにスキップできないって書いてんの？え、嘘？知らない知らない、なんでそこでウィンク、ちょっとごめん決め顔しちゃった。キャラブケ得意クッパーゾーはウィンク、え、ちょっと待って、公式に本当に、え、待って、妹マジでジャクソ可愛いよ、私の妹、ちょっと待って本当に、ちょっと調べさせて、あ、モバベルやつに書かれてんの。でも私マリカー得意だから運転得意だと思うよね。ちょっとメールのやつ見よう。あ、メール10期のメールのやつってこと、メール紹介みたいな。10期生 SK メールですか。スキップはできませんって書いてあるんですけど。本当だね、嬉しいですよねあのブログ。え、マリカ関係あるでしょダンス。え、嬉しい、笑った。え、見て見てほしい、これ映していいんかな、映していいんかな、スキップはできませんって書いてある、謎のフレーズとか書かれてる、ラブシチュエーション、これなんか画面越しで見ると顔違いますね。見え。ごめんなさいごめんなさい。読むわ読むわ。いつの写真、え、なんかわかんない。ブログ、初めの方のブログかな。そう。これ、友達が撮った。スキップはできないけど、スキピは？スキピになってください。スキピにしてください。昔は可愛かった。刺さるわ、それ。公式見るわ。あ、ごめん、読むわ読むわ読むわ。謎のフレーズ、ラブシチュエーション、皆さんとのラブシチュエーションはまずメールから、スキップはできませんって書いてる。最初のブログ、最初のブログらしい、ありがとう。やんのかやんのか、最初のブログだったの。今のスキップは早川さん、リアンアンアンから早川さんに言ったのね。センスいいセンスいい、それはもうセンスいいから文句言えんけど、ちょっとリカピの流れよそれは。そろそろオーディションの頃は可愛かった、何ていうこと。でもなんかね、オーディションの急遽最終審査の時になんか全然知らない子になんかミーヨーンとかって言われて、なんか怖い、なんでなんで怖いって思ったらショールームやってたからバレてたっていう。ラブシチュエーション訪れてないんですか逆に、今投げたから
7秒後くらいに来る、飛んでくると思う。受け取ってね。照れちゃう、本当に。静岡から綾乃さんありがとうございます。めっちゃいじられた。ラブシチュエーションして、ラブシチュエーションしてとか言われて、チキンだから、最初チキンだからってなりました。ミーヨミーヨ知ってるでしょ、オーディションの時の34番だから。ミーヨなの、時差が、そう時差があるからね、やっぱりそれはそうよ。いやいやいや、こちらこそ見てくれてありがとうございます。フォローしててください。ラブシチュエーションしてて、そうで、なんかラブシチュエーションやばいよ、三四じゃないよ、ミーヨンよ、ありがとうございます。ずっとやってやるよ。いやできないできない、そんな、いやいや、えみたいで、オーディションに向かうときはなんか7番のラッキーちゃんっていうことを、7番のことを一緒に行ってたんですけど、会場にで、ずっと2人で喋ったんですけど、トイレで会って、駅のトイレで会って、その子もね、ずっとなんかラブシチュエーションしてって言われた。可愛かったからしました、ちゃんと。みーよちゃんやめろ、ラブシチュエーションしてるじゃん、もう34番だったら知ってるでしょ、知ってるでしょ。なんで阪神かけないの、334って。阪神関係なくて34番だったんだもん。おもろい。番号で呼べて、そう、番号しか知らなかったから、ショールームの時にはちょっとミーヨンって呼ばれてた。10期受けないの、意外と。ラブシチュエーションしてて、初対面のことにはちょっとやらない。かわいいですか、ありがとうございます。全然全然受かったんやけどな、ちょっと受かったんやけど、受かってない手でされちゃうのはこれのせいですね。白鵬さんバラありがとうございます。あー、声が遅れて聞こえるよ、ちょっとあかん、本当に。うん、あ、ラッキーちゃん、そうだから知ってたんかな。阪神ファンだからやめて。11番、まあ11番ではある、なんとも言えん。今3月14日だから、生まれだから、314足して314と11足して314みたいな。わかる、眠いのわかる。阪神さ、334やめて、ほんと。大学でラブっちゃう、待って、大学で本当に友達できてないんだって、ほんとに。今日はありがとうございます、どうですか、キュー、ありがとうございます、ありがとうございます。全く遅れたい、ごめん、ほんとにやりきれ、ごめん、ほんとに。ちょ、眠いんよ、知ってるリカペのこと見てたの、知ってる。忘れない、ちょっと忘れないようにフォローしてって。いや、なんか友達の作り方を友達に聞いたんですよ、その地元の。そしたらなんか普段あんだけ喋ってるくせに、初対面で喋りかけられないのは本当になんかチキンだから、なんかやめた方がいいみたいな、ポコテンパにディスられて、ちょっとなんかちょっと腹が立ったので、オンライン授業が終わったらもう即喋りかけに行こうと思います。起きてきてる、起きてきてる、もう声のトーンが眠いくない、毛玉増えてると、もうなんかコロコロしたらさ、どんどんなんか出てきちゃってさ、減るものが。リガピシカー、リガピシカー。じゃあもう私がね、一緒に、じゃあ待ちましょうよ、一緒に待とう、ニオンさんを。友達ね、そうよ、共感できるとか、あー、それはそう。オンライン授業発言できるけどね、発言しない、ちょっと恥ずかしいから。フォローしました、ありがとうございます。ラブシチュー、そう、これ私の方がね、イカ好きだと思う。でも青木イカちゃんより絶対バレない自信あるんだけどな、キカ子のこと、もし知ってる子がいても。だって喋ってないんだもん。喋れないそんなの、やんのかって、学校行ってな、ちょっと友達いなくなっちゃうから。消しゴム借りたいけど、消しゴム使わないんだもん、全然。大学生友達になろうじゃん。オンライン授業でラブシチュエーションした、だってね、違うじゃん、なんかわかんない、名古屋の子と絡む機会がないか、なんかもう関西人だったらなんか、ウェーみたいな、え、どこ子みたいな感じじゃん。
関西人分からんけど、分かんない。お腹鳴ったそうやんのか。ぼっち飯でもぼっち飯しかないんだって、友達がいないんだもん。頑張ろ頑張ろ、喋りかけよう。まあそうやな、そうするはずやな。え、バレてる、バレてるとかあります？そんなバレてることあります？そう、もうだから最悪ね、友達ができなかったらもう弁当食べながらショールームしてこうやってこうやってショールームして紛らわせよう。友達できたらほっくね、オッケー。話しかけづらいのは分かりみ、話しかけづらいよね本当に。どうやって話しかけたらいいんだろう。何を聞く？なんか分かる、喋りかけるたいことはいっぱいある。だからよ、なんかだから消しゴム借りるとか、なんか何学部ですかとか聞くことはいっぱいあるんだけど聞けないよね。初見さんありがとうございます。全然可愛くないです。ありがとうございます。よかったらイカ好きなのでお願いします。今日はいい天気ですね。もうちょっと足りなくない？リカピに話しかけづらい、それはおかしいでしょ。話しかけやすいよ、ゴリゴリに話しかけたらいいのにね、本当に。ウェイ、ありがとうございます。欲しい、よかったらフォローしてっちゃってくださいね。本当に今日はね、なんか過去一ぐらいでなんか穏やかですね、声のトーンが。イカしてる、ありがとう。あ、そう、大体もう同じ教室にいるってことは学部同じだよね。ホタルイカ食べたいいな。私今日餃子食べました。今さっき餃子食べ終わったばっかり。イカつけていきます本当に。でもなんかオンライン授業でちょっと変な格好してる人とかいますよ、わざと目立とうって。だから背景変えれるから、なんか背景すごい人とかいる。フォローしちゃってるでしょもう。静かに、静かにひとくわじゃね。全然喋りかけられない、もう本当に喋りかけられない。もうなんかもう辛いぐらい喋りかけられない。背景イカにする？全然イカつけていいよ、イカつけていいかよ、いいかいいよか、いいよ。すごい、やってみる。そんなファンキーなこと、やっぱ背景面白くするしかないよね。ちょ、これにする、背景なんか画像登録できるから、それはありかもしれない。もう喋っても一言も喋ってないよ、本当に喋ってないよそう、学生側もみんな映るんですよ。いいよか、ごめんめっちゃ間違えた。アイドルオーラなんか出てないよもう、こんなおもろいやん。ちょっと次リカピの画像もよかったら背景にしてください、お願いします。お水の、ありがとうございます、ありがとうございます。イカつけてるけど上品とか初めて言われた。宿題やってるよ、レポート出しまくってるよ、もう本当になんか何もしてない。オンライン授業でまあみんなペアチームワークみたいなするんですけど、その時も一言も話してない。それはそう、話さなくてもいい。メガネかけて授業受けてる？メガネかけてない。でもメガネかけてないけど、あの何もしてない、メイクもしてないし、ジャージで見てる。そう、リカピの画像一番嘘でしょ、嘘でしょ、それはラブシチュエーションしてないわ泣ける泣ける。話さずにペアワーク、そう、話さずにペアワークして、なんかみたいなのを画面越しでやってんのそう、聞き上手だからね、むやみやたりに発言しないの。あ、めっちゃいいよね、あのドアップの画像めっちゃおもろくない？もうこんな画像もうお母さんも笑ってた、友達も笑ってたタブレットはちょっと重くない？ちょっと顔面がなんかタブレットのなんかが重たくなりそう、この押した時に画面がラグくなりそう。
でもめちゃくちゃ嬉しいのでありがとうございます。半目ついたのかばなって、ちょっと待って、せめて全部目開いてるやつにしてほしいなって思っちゃったりしちゃったりしちゃったりしてる。露出したい本当に。待ち受けヒカピ嘘、ありがとうございます。本当に私の待ち受けは見てほしい。俺です。ツイッターに嘘流れてた。ちょ、フリソだからさ、私フリー素材だからじゃんじゃん使っちゃって。すっぴんツイートしちゃダメって言ったじゃん。なんでよ、誰だよ。自分よ、自分なのよ。ほんとホーム、あ、もうさすがペンタロウ推し、さすがよ。ホラーやめて、やめて。そう、フリソなの、フリソだから。おはよう、おはよう。イカかわいい、ありがとうね、お願いするわ本当に。そうなの。どういう質問なんかわからない質問か、やめて本当に。フリスさん事務所入ってた、フリスじゃなかった。え、もうそういう変なボケ入れないから、みんな今日もドアップください。あ、め、あのメールで OK。 イカ止めがいいよ。スピンスクショ流さないでって言ったじゃん。でもなんかね、でもちょっとヒメタンさんが来てくれちゃったから、まあ昨日のだけはちょっとだけ許すけど、ペンタロウの写真を載せてくれた人はスキピね。ペンタロウ生きてるよ。ペンタロウも今もう救い出したよ。なんで欲しいなるんや、わからん、わからんわ。漏れてたらいいんよ、なんでも。スピンのスクショみたい、いや、いらんいらん、そんないらん。スピンも可愛くない、ちょ、マジ見たらびっくりする。そうだ、こんな感じで変なビジュアルなのに、なんか可愛いとか言ってもらって、あれ、私 A 型なんです。料理もできるし、裁縫もできるし、絵もできるし、ゲームもできます。スキップと運動と球技と反射神経とかが全部滅。デコ出しするわ、そのうち。フォローしといてください、だから。え、9月に入学になるの？方言出ないですよ。めちゃくちゃ関西弁やで、めっちゃ関西弁やで、マジで関西弁やで。 A 型は嘘、めっちゃ言われるんよ、けどマジで A 型。 A 型、パパママも A、 もう AAA の、妹も A で、おじいちゃんおばあちゃんも A だから、もう AAAAAAA の、もう A よ。振ってないよ、振ってない、振ってない。いやいやいや、マジでマジで、もう握手会はもう人の34倍喋るのでよろしくお願いします。字が A 型、あ、ほらほら、リカピ話しないでください。あ、めっちゃおもろい話あげるよ、あげますよ、あげますよ。誰だったっけ、もふやまさんは何部でした、何部でしたか。このネタまたやろうとしてんなって思ったかもしれないけど、何部でした。大阪捨ててない、名古屋スキピーになったっていうだけの話。リオさんハートありがとうございます。そう、みたいな。似てない、 A だから似てない。あ、テニス部か、ちょっとテニス部か、テニス部使えないんよな、ちょっとテニス部使えない、ちょっと帰宅部ってことにしてもらっていいですか、帰宅部ってことにしてもらっていいですか。帰宅部ってことにしてもらっていいですか、ちょっと。この子で研究生どういうことですか、全然もうゴリゴリ、はい、新人。あ、ルーム4ありがとうございます、ありがとうございます。やった、見てって。そう、青空クラブに加入しようとして、ちょっと、いやいやいや、そんな可愛くない、本当に可愛くない。青空クラブよ、あ、ラーメン部入れてください、頑張ります、本当大変、皆さん自粛頑張りましょう、お家で。頑張りましょう、危ない、初めてコメントします、ヤッホーヤッホーヤッホー。ちょっと
どこ行っちゃったんですか？早く話のネタ求めてるんじゃないんですか？青倉いいじゃん。ちょっと本当に早く勧誘しようとしてるのに全然乗ってくれないんだけど。た姫たさんへへへへへへ、可愛いのでフォローします。やった。話を進めてください。わかりました、すみません本当に。あ、帰宅部でした。ちょっとテニス部やめて帰宅部にしてもらって、帰宅部っていう体で話しますね。あ、高校の時実はなんか青空クラブだったんですよって言って、なんか青空クラブって何って言われたらなんか、いや僕部長だったんですけど、なんか青空クラブはなんか青空のうちにお家に帰らないといけなくて、とりあえずもう毎日毎日青空のうちに家に帰るのめっちゃ頑張っててみたいな言って、いやそれ帰宅部でしょって言ったら、いやでもあの雨の日は部活ないんですよって言って、あじゃあそれは帰宅部とちゃうなってなってそうで、なんかそうだからなんか、あじゃあそれは青空クラブだねって、そうなんですよ、青空のうちにお家に帰らないといけない部活なんですよっていうネタなんですけど、ちょっと使ってもらいます。ちょっとコンフレックそうモナカそれとうんそれは帰宅部ちゃうかってそう結局何、まあ、結局帰宅部なんですけど、あ帰宅部ではないんですけど、帰宅部みたいなもんなんですけど、まあまあまあこの子怖い。そう使ってくれるかな、使ってくれないかな、 あげようとしてるんですけど、ちょっと部長の座を譲ろうとしてるんですけど、本当にそう部費がかからないらしいね。いやそれじゃあ帰宅部じゃないみたいな、その下りができますっていう。お父はなんて言ってんの、どういうこと、え、いないのに話してたの、嘘でしょ、信じられない本当に初見さん大怪我して息してない、初見さん生きてください、強く生きましょう本当に、共に。チェンレイさん可愛い、ありがとうございます、ありがとうございます。そう強豪とか私とかもあのそうインターハイ出ちゃって、もう優勝とかしちゃったりしちゃったりしてるんですけど、逆にどうですか？イモピ青空クラブじゃない、イモピ剣道部帰っちゃったかな、もういないの、いないのに話してたの。そう名誉部長なの、そうなの、はやめてはやめて、そうお家に早く帰るっていう戦いのインターハイ強豪校だった。本当に妹は剣道部、しかもゴリゴリのもう、イモピ剣道めっちゃ強い、イモピ可愛いし、でもいいの、妹とは違う人間だからいいの、だって妹は話が面白くないから怒られるマジで。誰と仲いいですか？あの SKE の10期研究生同期の青木りかちゃんと木戸みくるちゃんと仲いいです。そう妹最強なの、妹の次、妹とはね、もう本当に妹の方が全然かピョンピョンピョンって感じ。そうなの、そうイモピ真面目じゃない、イモピ見てみたい、イモピ見たらびっくりしますよ、私の妹じゃなさすぎて。おおハイスペック、あでもちょっとあの勉強もできない、あんまハイスペックじゃなかった、ちょっと嘘がついたいや仲いいって言っていいんですかね、そんな。りょうさんハートありがとうございます。あイモピって、そう芋じゃなくてあの妹ね、好きな先輩はあのアーラの姫香さんです、大好き。そうなの、いや動画で拾われた、それはちょっと悲しい。10期生で一番可愛いメンバーは誰ですか？一番可愛いはちょっと僕わかんないんですけど、一番面白い先輩は、あ一番面白い10期の子はなんか木内理香子ちゃんっていう子らしいです。佐藤果歩さんもう大好き
佐藤かほさんも大好き。もうどっちかとかない、どっちかとかない、どっちも大好き。もうみんな大好き。そう。ヒザハタ、ありがとうございます。はい、やめて、はい、やめて、はい、やめて。そうそうそう。青木さんって人が面白いらしいって聞きました。それは自分の情報でしょ、自分で集めた情報でしょ。違います違います。私調べでは私が一番面白い。もう、あ、でも早川さんもめちゃくちゃ面白い。早川さんはめちゃくちゃ、なんていう、違うタイプの面白い。ぶっ飛んでる、すごいすごい。一番可愛いのは私じゃない、ちょっと。それは林美玲ちゃんっていう子がいるんですけど、まあ、みんなか、みんな一番可愛いけど、西みよぴよ、みよぴよも土着さんに面白い。可愛すぎか、いや可愛くないんよ、ほんと。じゃ同期じゃないんよ。同期の前に2文字つくんやね、感じ。あ、打ててる、打ててるので大丈夫です。評判いい、嘘でしょそれは。嘘でしょ。あんちゃんも可愛いな。あんちゃんもだって取材スタイル良さすぎて視聴後にしたら足だもんね。これこれめっちゃ言ってん。え、なんでなんでなんで、リカピみたいな配信してた。青木さん、あやの子は元からそういう子よ。変な人しかいないからわかんない。十期ハードルは上げて上げてくぐるもんなのだからいいの。はじめまして、可愛いから見る。嬉しい、初見さん。自己紹介するしますじゃあ。大阪出身の大学1回生の18歳のリカピです。木内リカ子って言います。よろしくお願いします。ちょっと今日は眠たいので、なんとかゆる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 みたいな感じなんですけど、よかったらフォローしてもらえると嬉しいです。リカピが一番面白いよ。決まった決まった、ありがとうございます。本当にありがとうございます。うれぴうれぴ、そういう治安維持法で治安整えてきた。大阪市知ってでしょ、もうゴリゴリに知ってでしょ。木内さんって何何、リカ子の字難しいでしょ。これもみじで変換できるんで、よかったら使ってくださいね。本当にイカ似合う、ありがとうございます。あ、昨日も来てくれたの、ありがとうございます。今日もやっほやっほ。もうそれ流行ってないからな、木内入り木加子さん流行ってないからな。十期めっちゃみんな喋るよね、なんか関西弁みんな。分からん、つられて面白目指して、面白目指してるよ。そうだよ、ほんとだ。そう、もみじで出るのでよかったらお願いします。もう止めちゃう、すぐ止めちゃう、すぐ止めちゃうんですけど。変換できない、リもみじこうで変換できますよ。リで打ってリを変換して、もみじって言ってもみじを変、かを変換してみたいな。あ、そうなんです、これもみじって、もみじっていう感じなんです。りょうさん、ハートありがとうございます。やってないかな、やってないかな。あ、そう、主権さんも正解です、ありがとうございます。登録 してなかったの。そう、賢いもみじこうで出ます、賢もみじこうで出ます。でももみじをそのまま入れない、嘘、ありがとうございます。待って待って待って、昨日の配信見てるんですけど。違う、なんで昨日の配信見ながらこれ見てるんですか。癖がすごすぎて。へえ、勉強しました、知ってるっしょ。リーが出てこない、かしこで出ます、かしこ、かしこで出ます、かしこで、かしこいのかしこで出ます、出てきます。はこうさん、ありがとうございます、ハート。そう、かしこもみじこです。流されたいんじゃない、勝手になりたいよ私が。違う、知ってるでしょ、なんでそんな知ってるのにそんな変ないじり方してくるんですか。やんのか、もみじ、ちょっと違うかな。チョコミントさん、ちょっと癖が強い。癖が強いから。
あ、これは木で出てくる。わかりますよ、そんな。これ木で出てくることぐらいわかりますよ。ちょっと出直してください。ありがとう。あ、正解で、わざと入りきかこにする。あ、違うじゃん。もか、違うじゃん。それ麹でしょ。麹、麹のしょ。ネタバレごめん、ほん、気づいた、気づいてよかった。間違えた名前のまま認めるとこだった。違う、内科されてないよ、ほんとに。イキリコやめて、ほんとに治安が良くないよ、ほんとに。あれ、ちょっとどこやった。オッケーオッケー。違う違う、やんのかしないかな。ちょ、まずドライアイすぎて目近づけないと見えない。窮地難しい感じ。え、嘘でしょ。1年生よ。なんかこれ、私友達名前の書くすごいちょっとめんどくさいから、いつも木だけ書いてた。あの、生きてないから、いいか、ピチャが。あ、帰ってきた。ちょっとテニス部って言った後に抜けるのやめてください。私その後もずっと話のネタ提供してたのに。握力ね、13しかない。握力13しか、送ったモバメで握力の測定器でやった写真送った。しめじで変換できるようになりますが、それを目標にしてるんですけど、私とりあえず、とりあえず私の夢は、あの、木内理香子って打たなくても名前が変換で出てくるっていう。ありがとうございます。ありがとうございます。配信してた。どういうこと。あ、そういうこと。ならしゃあない。もうちゃんと言ってたのに今。そう、渾身のミルクボーイしてたのに。しめじでね。そう、しめじじゃなくてもいいけど、月末だからもう寂しいこと言わないでください。そんな、悲しすぎてもうなんか涙流れすぎて、川ができて、川に桃が流れて、桃から生まれちゃうぐらい悲しい。いや、それ桃太郎やんっていうぐらい悲しい。あ、そういうこと、そういうこと。なんか配信見に行ってんのかなって思ったの。せっかく説明してたのに。え、待って、桃だから、もうだから、はい、やめて、はい、やめて、つまらんかった、やめて。ねえ、お疲れ様です。お疲れ。ちょっと待って、やめて。ちょ、待って、ちょっと、それやめてください。つまらんかった、やめて、ほんとに。撤回してやんのか。傷ついたんだから、ほんとに。連番してたかもしれない中なのに。こんにちは、こんにちは、初見さん、こんばんは。ペポップ、パイポップ、ふ、ちょ、わかんない、難しい。ショールーム難しい。見てない、ちょっと待って、難しい、難しいよ、ちょっと。めっちゃ面白いメール送るからな、マジで。めっちゃ面白いメール送る。やりましょう、ありがとうございます。もう難しい、本当に。ふとかも、わかんない。押しかぶりは排除します。え、まさかのタイプ。ちょっとごめん、本当にオラオラがやんのかこれ。こんにちは、こんにちは、やっほー。いやー、もう本当にね、来月からお願いします。本当にめちゃくちゃおもろいメール送るから、ちょっと話したい話。そうよ、自分でハードル上げてくるって。やめて、本当に胴体拒否するの、本当にやめて。ちょっとマジで OK？ どう？いや、本当に炊飯ジャーって何ですか。あの、ゴールデンウィークのことをゴレンジャーって言い間違えて、なんか何色にしますかって、ゴレンジャーの何レンジャーにしますかって言った時に炊飯ジャーっていう意見が出た。かわいい。かわいくないですって。ありがとうございます。メンタルください。メンタルどういうこと。あ、よかった、滑り知らずって言いたいんでしょ。わかりますよ、私そういうの心読めちゃうんで。そんなことないから、滑ったことないから、ほんとやめて。面白いことはしてる。あ、ちょっとね、昨日のメールマジでちょっとなんか面白かった気がする、悪出し的に。え、やめて。滑ってない、本当に。 LK21 さん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。可愛い声で、可愛い声で、可愛い、ありがとうございます。そう、面白いダジャレ、めちゃくちゃ面白いダジャレ毎日送ってんのに、
あ、そうです、 SK48 10期研究生です。どこのチームに入りたいとかはまだないんですけど、ちょっと頑張ります。炊飯ジャー、あ、面白かったでしょ、ほらもうほらできないから、もうやめれないからね。滑ってない、見た目とのギャップあります、本当に。外した、外した、もしかして滑るメンタルじゃなかったの。ギャグについて返事できてるの、うん、めっちゃね面白くないってすごい言われるんですけど、みんなツンデレだから言ってるのかなって思って信じて無視してる。大根持って大根なめっちゃよくない、めっちゃいいでしょ。チームラブシチュ、え、一緒にラブシチュエーションしような。もうやだ、あ、あれでしょ、ヒメターさんがいらっしゃるから。佐藤川さんはチームいいですね。ちょっと雨の動物園練習してます、好き。こんにちは、こんにちは、ヤッホー。違う、本当に見た目は清楚で違うよ、やめて、中身が清楚ないよ、見た目は清楚じゃないけど。ちょ、コメント読む前に笑っちゃって、もう変なコメントばっかりなんだもん、ごめんごめん。今日のダジャレいいじゃん、たまたま落ちてた卵、いいでしょ。北さんイカでしょ、それかわいい。他ならいいよ、そういうシステムなの、ちょっとここはやめてみたいな言われちゃうの、やだよそんな。分かった、そうよ、一度受けたネタをねこすりにこすりまくってたらね、なんか面白くないみたいなワンパターンとか言われちゃうからね、本当になんかどうしたらいいもどうしたもんかって感じ、本当に。だって受けたんだもんって。ペンギンよ、雨の動物園は一択、そんなイカなんかないから、ペンギン一択。冗談で、あ、知ってた知ってた、見た目通り清楚です、ありがとう本当に。こんにちはこんにちは、初見さんやほ、よかったらフォローしててください。あの、木内理香子って言います、大学1年生の18歳のリカピです、お願いします。俺のチーム、どこのチーム、ワンパターンでいい、あ、そうよね、ワンパターンでいい。マジですごめん、本当に本当にごめん。歯医者さんっぽい、え、でも私医療系のね学部を目指してたんですけど、まああの SK との両立を考えてやめたんですけど。もうペンタロコールでいいよ、ミルクボーイ、オッケーオッケー、ピカピカに磨いてくる、分かった。いや、ペンタロ行ったくよ、だって可愛いもん。だからもうずっとずっとこすりまくってよ、本当にフォローしてよ、ありがとうございます。ゆけんさんやっほー、めっちゃ頭良さそう、え、普通普通。あ、ウィンク卒業は近いの、卒業、高校卒業し終わって、し終わった、どういうこと。あ、シロとか今ね洗濯して、あの外に干されてる、あの吊るされてる、今日晴れだから。そう、ペンタロウもなんかペンギンやりなって、ペンギンの着ぐるみ着なって言ってる。フォローしておきますね、ありがとうございます、ありがとうございます、イエーイ。スキップできないけどいい、何年いるん、え、数ヶ月、本当に数ヶ月、入ったばっかり、え、そういうやつよ、もうショールーム怖いよ、難しいよ難しいよ、全然そんな一番可愛いとかないです、本当にダンス得意じゃないので、これからめちゃくちゃ頑張ります、マジでお笑い系よ本当に。ありがとうございます、物見じゃないよ、ピッ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 さん、ありがとうございます。あとウィンク一緒。やんのかってギャグ、そう、やんのかって、これもねちょっとね最初ねいい感じにね、なんかみんなやんのかとかみたいな感じだとかねやってたらね、なんかちょっとなんかもういいみたいな空気になっちゃって、あ、頭にイカついてる、嘘、これね朝起きたらね生えてきてたの。大学1回生です、そう、大学生 JD になりました。あ、ひめたんさんね、頑張る、ダンスマジで頑張る、どちゃくそに頑張る。ハコウさんバラありがとうございます、おもろい、ありがとう。
飽きむ、あ、そう、飽きるまでね、同じの目にゴミ入ったわけじゃない。違うか。リアン・アンアンに心を入れられてんのよ。アンアン、アンさんの、リアン・アンアンさんのやんのか、やんのかでしょ。わかります。ちょっとあれは舐めてる。ぬるいわ、ぬるいわ、ぬるいわ。やんのか、いつできたのかわかんの、なんか気づいたら、気づいたら、そう、もうわかるから、間違えたとか言わなくてもわかるから。やんのか続け、オッケーオッケー。生のイカ、これわかんない。でもダイオウイカ水族館で買ったから多分生のイカ。そうなの。その四字熟語めっちゃ好きです私。かわいい。全然かわいくないよ本当に。スプーンとね、あるよ、すぐあるよ。なんか使ったんだけどまだある。使ったけどまだある。いや、やんのかも取られてんのよね。劇場でやんのかやる機会あるかな。なさそうじゃない。ちょっと振ってくられる機会があったらやります。ちょっと前髪がすごい目に入って、なんかもうなんか痛い。あ、そう、喧嘩するから始まったんだ。喧嘩するって言ったらやんのかってコメントが来たんか。ちょ、擦りすぎた多分。同じのをねやりすぎてこれレンゲもう擦りすぎて終わったから、あのいかにシフトチェンジ。面白いけど頭に、え、これね、ちょっとなんか小顔効果。引っ越、結婚しよう、これな。いや、いや、はって言われたらまあやんのかって言うけど。あ、オッケーオッケーオッケー。やんのかされたらやんのかしまっちゃう。ちょっと席休みします。オッケー。薄め、薄い、ちょっと寝起きだったから。あ、やんのかからの喧嘩するだったら、ちょっともうわかんない、どっちか。ちょっとわかんない。ちょっとわかんない。まあ、リアン、あんあんはね、関西弁だから。私だって関西弁じゃないんだもん。もう関西、関西じゃないんだもん。あ、スマホのくだりも最近してない。ちょっとこすりすぎたかなと思って。え、結婚しよう、これ、これね。そう、小顔効果。スクショ、え、いつのスクショだろう、今日のスクショね。幼く見えますね、めっちゃ言われる。なんでなんだろう。大阪捨てると関西弁ちゃう。大阪捨ててないから、捨ててない。伊勢関西弁ちゃうで、ちゃうで。でもなんかこの関西にいる、なんか地元の友達に言われたんですけど、なんかなんだっけ、そう、そやなっていうやつを、あ、なんだっけ、そう、え、なんだっけ、そうねっていう関西人は大阪捨ててるみたいな。そうねは言って、言ったら捨ててるらしいんだけど、私めっちゃショールームでなんか、あ、そうねとか言っちゃってて、なんかそれを見た友達がなんか、あ、もうお前は大阪に帰ってくる資格はねみたいな言われて刺さった。エセじゃないの本当に。そうね、そう、そうねって、せやでとか、そやな、そやなとか、そうやでとか、めっちゃある、めっちゃあるんですよ。そうねと同じ意味の大阪の子が、大阪の子じゃん、大阪弁が、大阪の子なんですけど、だからなんか地元の友達に、高校の時の同級生になんか、お前は今日そうねとか言ってたよみたい、そう、え、みたい、お前はもう大阪に帰ってくる資格はねって言って、ってなったけど、その後もゴリゴリの関西弁かましてきました。だからせやかって、そう、せやかっては言わんけどな。せやかって、なんでせやかって推しなんですか。よくわかんない。名古屋にこの女になっちゃった。本当にごめん。だからもし皆さんの周りでなんか、そうねとか、そうねとか、なんか、そうやねとか、そうだねとか言ってる、そうねとそうだねを言ってる人がいたら、もう大阪を捨てたらしいです。キイチさん、香川の人、そう、香川と大阪のハーフだから、まあ知らない。ずっと大阪で生まれ育ったけど。一応お母さん香川だから、まあセーフセーフセーフ。正しいこと言ってる本当に。やっぱ共感できるんかな大阪の人は。やめて本当に。ちょ、そのネタね、横顔のやつもね、もうそのネタもね、もう NG にした、こすりすぎた。大阪怖くなった、間違いない。それは NMB 受けなかったの。6期はね受けてないです。5期生の時はあのみよりんさんが好きだったから受けたことはあるけど、なんかさ、もう SKE を好きになってからはもう受けてない。
香川弁とかない、多分。あ、でもあれは言う、お腹起きたっていう、いうのは言います。お腹起きたみたいなのは言う。うどんめっちゃ食べる。封印しすぎ、ちょっとね、もうなんか新しい私も見ていただきたいなと思って、ちょっとなんか今日頭ボソボソ。 iPhone 濃すぎすぎたよね。ちょっともう減らす減らす、新しいネタ考えないといけない、本当に。ちょっとだから頑張るわ。ちょ、マジマジ、もうちょ、お腹起きひんやろって言われるんですけど、本当にお腹起きるって言うんです、言うの。あ、そう、アバターの話なんだけど、アバターなんか作れないっぽい、やっぱり作れないっぽかった、作りたかったけどね。いか、あ、ご初見さん、やっほー、やっほー。癖強くないんよな。ネタを練ったのちょっとしょうもないよ、ほんと出直してきな。面白い面白い。どういうことよ。そう、なんかアバターをね作りたいなって言ってたんですけど、ちょっとやっぱりちょっと毎日アイドルしな、するしかみたいな感じっぽい。めっちゃ欲しかった、私もめっちゃ欲しかったわ。そう、アバター企画があるか、まあ、そうなんていうの、毎日アイドルするかでしたね。そう、1年続けるしかないみたいな感じでした。でも忙しいんですよね、なんか大学がね、なんかどうしようどうしようみたいな、まあ、とりあえず30日の日に考えようと思ってるんですけど、どうしよう。そう、参加させてほしいなみたいな感じで言う感じ、ちょっと匂わせたんですけど、あの上の人には言ってない、何も。自分で調べた。ちょっと待って、30日、明日じゃない、あの毎日アイドルを30日、そうよね、朝5時から15分っていうのね。ちょっと起きれないって、匂わす気しちゃった。いや、怖い怖い怖い。そんなね、上の人にね、そんな強く出てね、何も良いことなんて一言も一つもないからね、ごますらなきゃ。15分ベンダラ落としとけば、それはそう、それはそう。近鉄も新幹線も乗ってました。私ね、お金がなかったんですよ、ちょうど。あ、別にお金がないって、そういうお金がないってわけじゃないんですけど、そのずっとね、名古屋に通わないといけなくて、学校の帰りに、学校の授業終わって名古屋に毎日行くみたいな生活をしてたんですけど、高校3年の冬に受かった後で、まあ新幹線毎回乗るわけにいかなかったから、最後の方もねケチって新幹線電車で帰ってた、バス、電車で帰ってた。そうなの、アーバンライナーも乗ったことない、近鉄アーバンライナーと。乗りたいけど、いや近鉄じゃない、在来線で帰ってた。でもなんか慣れた、新快速の、そうそうそう、あ、なんだっけ、あの前原で乗り換えるやつ、チャリで行き、ごめん、名古屋までチャリで行きたかったんだけど、チャリで行く記憶はなかった。そうそうそう、前原で行ってた。偉いやろ。そう、ちょっと近鉄、そうなの、そうそうそう、大垣とか、そうなの。3時間ぐらいかけて名古屋に行ってました。行きは新幹線で行かないと間に合わないから、行き新幹線で行って、え、何、柏餅みたいな、柏餅、大チョコピーマルさん、ありがとうございます。お餅、ありがとうございます。チョコミントさんも、あ、お餅、ありがとうございます。ありがとうございます。今は定期、名古屋に引っ越してきたから。ずっとね、3時間半ね、帰り道に、なんか、ずっとなんか、なんだっけ、期末テストの勉強しながら帰ってた。鳥取太郎さん、お餅ありがとうございます。あ、チョイさんも、お餅ありがとうございます。何これ、お餅？柏餅？あ、5月だからか。はい、や、5月だからじゃん。もう5月って早すぎません？もう早すぎる。ついていけない。時代に置いていかれてるわ。柏餅なんて、なんで受けるの？よく大学受かったね。まあ第一志望じゃないところでね、行ったから。それはまあ受かるみたいなとこある。4月何もしてない。わかる。
風のように過ぎ去ったわ。まだ4月、それはそうだ、それはそうだけど。8、待って、目になんか入った。ハチプリさん、かしわもちありがとうございます。もう昼ご飯？嘘でしょ。あ、ちょっと長いことしすぎたわ、朝から。なんて素敵なかしわもち、これもらった。喧嘩しよう。いや、誰が横顔かしわもちや。イカ、あ、初見さん、イカありがとうございます。奥村さんもかしわもちありがとうございます。お餅食べたい。かしわもちのネタ作った、どうだった。まあ、たばくられた。ごめんだ。ごめんじゃん。そんな、使ったもん勝ちやで。こんにちは、初見さん、やっほー。お疲れさ、あ、ちえもりさんもかしわもちありがとうございます。かしわもち。なんて素敵なぁ、かしわもち。新しいんだ。ありがとうございます。かしわもちのネタはいまいち、嘘。ツイッターやってないんです。桜餅派わかる。名古屋生物大学、全然違う。もう生物とはお別れした。パグのプーさんも、かしわ餅ありがとうございます。かしわ餅、めっちゃ多いんやけど、かしわ餅嬉しい。好き。ありがとうございます。嬉しい。かしわもちもち、お肌もちもちね。それね、いいじゃん。しょうもないの出しちゃった。前出してた。いや、いい、もう乗っかっちゃった。ちょっと髪の毛ボサボサすぎる、後ろも暴れすぎて。こっち見て、はい。はやめて、はやめて。やめてよ、本当に。頑張ってるってさっき言ってくれたじゃん。何その手のひら返し。分かった、やりきる、ごめん。そこはね。もう。みょんみょんみょんねみょんみょんみょんね。餃子食べたのがなんか2枚ぐらいに感じるわ。それは嘘、思った。かはあのあれです、もみじで弾けます。お願いします、ぜひね。泣くなって、ごめん。いいな、おもろい。本当にナス好きだよ、私もナスビが好き。イカピ、ごめん。よしよし、皆さんツイッターでやってるんですかね。ネタは恥ずかしがったら負け。それはそう、本当にそうなんよ。勢いが大事みたいな、人生と一緒ですよね。疾走感があればスキップも何でもできる。かしわ餅は頭につけたい。ちょっとかしわ餅買ってくるね。もみじ正解です。もみじ不正解です。あと30分でお昼。ちょっと待って、もう終わる。足痛いよね、座ってると。もうゴリゴリの関西人よ。なんかね、関西人じゃないかもなって思ってるかもしれないじゃん。もうゴリゴリの関西人。もうなんでかって言われると、もうなんか関西だし醤油のポテチしか食べないぐらい関西人。主食は関西だし醤油味のポテチ。スキップ、ごめん。かしわ餅食べたくなった。わかる。足だ。朝足つっちゃう、すぐ。ニンニク臭かった、やめて。外食自粛ですよ、本当にね。私もう最近もう何もなんかずっと風に吹かれてる。窓開けてるから。開けない方がいいかな、窓。え、窓開けない方がいいとかある？え、それはないよね。ね、ゴリゴリの関西人。ゴリゴリ、あ、たこ焼きになってる。関西人じゃん。神戸の子に見えます？顔が上品。初めて言われました。なんか顔うるさいって言われる。あ、マナシャさん、かしわもちありがとうございます。お疲れさんもかしわもちありがとうございます。なんて素敵なーかしわもち。あ、換気はいいんだ。あ、オッケー。たこ焼き食べないでしょ。たこ焼き食べるよ。たこ焼き器あるからね、そこに。あ、足いてる。もう口に詰めるやつやってたんでしょ。昨日足しびれたの。しびれたの。べちょべちょのかしわもちな。もちもちのかしわもち。ちょっと汚い。べちょべちょのかしわもち。汚い。それは食べられない。あー、もう顔はうるさく、全部うるさい。ほらもう意見の不一致よ。勢いないじゃん。待って、これからよ。これからタコッパ定期的にしたい。
なんて素敵、名付けたら何でもできるみたいなとこはある。好み焼きも好き。イカどうですか、初見さん。よかったら、あの大阪出身の大学1回生18歳のキチカコって言います、リカピって言います。好きな食べ物は海で獲れる牡蠣とラーメンと、なんか美味しくないはずがないみたいな食べ物が好きです。マシュマロはやらんよ絶対私。なんでかっていうとね、マシュマロがね好きじゃない。いつもせいぜいです。それそう、うるさくてかありがとうございます。タコパ配信する、うるさくてかありがとうございます。いじってなんぼって、あきくちゃんがどういうこと、どういうこと、髪になんかついてるどうですか全部よ、滑舌やめて、焦ってない本当に。あ、あ、ヤッホー、主計さんヤッホーそう、面白担当なの。うん、なに、うん、なに、リカポじゃない、リカピね、リカピ超えてリカポなら OK。 マシュマロ詰まってないからフォローしてくださいよ、よかったらドラえもんやって。僕ドラえもん、もう大阪弁めっちゃ出る、もう大阪弁しか出ない、もうゴリゴリの大阪弁やでイエーみたいな感じ。あ、これこれ、リクネームリカピです、ごめんなさい、リカピです、リカピ大悟やりたいっす、足痛い、わら、はやめて、はやめて、え、ひどいひどい、もう難しい難しい、ほんとにドラえもんだけでそんな、怖い怖い怖い、今日絶対おもんないって言われるわ、今日のやつ言わないでね、おもんないって、今日おもんなかったけど、おもんないって言わないでね、だってお昼だもん、しょうがないじゃんね。はい、ごめん、甘えてごめん、ほんとにもうこれから頑張る、ドラえもん残念、本当にごめん、だからスティッチさせて、スティッチさせて取り戻すから、夜する、10時に夜する、夜はおもろいから、スーツスーツ誰だろう、おはま、うまいっしょ、つぼ浅いね、それもうなくて今そっか、つらそうつらそう、昼昼だもん、いつだろう、昨日の夜かなとか、めちゃくちゃおもろかったかな、おとついの夜かな、今そのどの辺かのね、ちょっと夜おもろかった、もう一番にありがとうございます、ちょっと写真撮るの忘れちゃった、後で撮る、メンバーのモノマネできますよ、青木りかちゃんのモノマネします、リアンアンアン、リアンアン、大阪出身20歳の青りかこと青木りかです、アオリイカって読んでください、よろしくお願いします、これそうでもないで、え、嘘、本当に、イエーイイエーイそう、電話してたらね、同期のこと電話してたら大阪弁になっちゃう、自分が見れない時に限って面白いって言ったら、それはちょっとね、イタロさんのせいかもしれん、じゃあへとかんとか一文字一文字禁止にしましょう、もう一文字禁止、ほんとほら、ピとかいらない、なんかパーカーもいらない、夜はめちゃくちゃおもろい、ほんとにアオリカアオリカって言ってあげてください、お願いしますね大学行けてないので、そう、大学行けてないのでオンライン授業してます、オンライン授業、もうほら、ハとかつけてハテナとかつけたらいいっていう話じゃないんよ、ほら、やめてやめて、一文字禁止でも一文字はいない、ほんとにすごい意識高い、ピョーバーわからんし、はいはい、わいわい、やんのかやんのか、ピピピピピピはぁ、ピピポお、ミレちゃんのものまでこれしかできない、でもこれはもう本当にもうミレちゃん大好きだからもうやらない、スキピーにゃんのかはえ、もうわかんない、難しいよ、将来は難しいよ、わかんない、わかんない、本当にわかんない、わかんないよ、よくない、ほんとに。よくないよ。そんな。よくないよ。あ、一番に一番に写真撮らなきゃ。みんなポーズしてね。いきまーす。はい、チーズ。治安悪すぎよ、ほんとに。ありがとうございます。皆さん、ポーズありがとうございます。ありがとうございます。
いい感じ。え、絶対頭にイカつけてきてください ね。半目だった、いや漏れてたよ半目、みんな半目、みんな半目って言ってたけどめっちゃ漏れてたよ、目つぶってなかったよ。あ、チョコミントさんハートありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、本当に本当にありがとう。半目漏れてたよ、みんな半目でも、あ漏れた漏れた、めっちゃ漏れてたよ、うん、目つぶってなかった、開いた開いた、漏れてた漏れてた。リアピのブッチもろかった。1万人ありがとうございます。あ、1万人のギャグを、なんだろうな、あ、たまたま落ちてた卵、これは今日のネタです、ありがとうございます。そう、姫たんさんが来てテンション上がってた子です、もう嬉しすぎて夢にも出てきた。ごめんね、リガピよりもちょっと喧嘩するやんのか、全然全然すごくない、ちょっともうこんな配信でごめんな、本当に卵の話言った瞬間急に冷たい冷たい冷たい、うわ冷たい冷たい、氷点下氷点下、やだ本当に怖い怖い本当に、もういいよそんなそんないいよ本当に、もう分かった分かった、本当に優しい姫田さん好き、押しちゃい押しちゃい押しちゃいな、あーもう本当に何し何な、もう餃子食べて終わろうと思ったのにな、お腹起きたね、寒いやめて好きだよ知ってるよ知ってるよ、あつ森今日リカピが思わなかった分コメントの皆さんが面白かったので、よかったらねまた見に来てくれるって信じてるのでまた見に来てください、ひえひえやめてやんのかの記事覚えててください、初見さんもよかったら覚えてください、リカピって言いますもう本当に本当にありがとう。ラブシチュエーションって何ですか、ラブシチュエーションはあの何ですか、池崎さんのスキピがリカピになったら降ってきますね、午前終わったごめんな、本当にコメントしてな、本当にメール続けてくれるよな、キャッチフレーズしますか、本当は好き、あ知ってた、それは知ってたスキピスキピ、あミヒちゃんのことがスキピなの、そうなの、そうなのね、ミキちゃんは素晴らしいわよ本当に、スタイルもいいしダンスもうまいし歌もうまいしもうすごい、ちょっとじゃあキャッチフレーズ最後にキャッチフレーズしてもいいですか、あそう初見さんもいらっしゃるんでキャッチフレーズして終わりたいと思います、よし行くで、キャッチフレーズしたらちょっと壇上読みます、あ、初見さんも初見じゃない皆さんもあなたのスキピはって来たらリカピーって言っていただけると嬉しいです、あ、もち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 、あなたのスキピはリカピービッグラブを届けます、ラブシチュエーションしませんか、大阪出身大学1回生18歳のリカピーこと木内理香子です、よろしくお願いします、リカピーありがとうございます、リカピーありがとうございます、あ、餃子違います、リカピーありがとうございます、柏餅もちもちリカピーあおりイカイカピーイカピーありがとうございます、キューティーあーキューティーです、ありがとうございます、ハッピーハッピーハッハッピーバースデー、カキピー好き好き、ちょっと本当にわかんない、本当にもうこれの正解が毎日毎日もうわかんなくて、もちもちよかしゃもちもちもちでいきましょう、あイカ好きですめっちゃ、もちもちありがとうございます、もういいですもういいです、あはい終わらん終わらん、終わってください終わってください、いいもう何でもいい、キウチでも何でもいい、ペンタロウでもいい、何でもいいよ本当に、いい何でもいい、困るよそりゃ、もうだってもう分かんない、もう難しい、ショールームって難しい、なんか何なんだろう、正解って何なんだろうって思わされる配信でしたね今日は、なんか深いなって思いました、何だろうコメントもなんか深いなってすごくなんか心の底からなんとかいろいろ考えられるというか、まあ、まるで餃子のようになんかもう心の中を包み込まれるみたいな、そんななんて言うんですか、そして焼き上げられてこんがり茶色になってしまう、そんななんて言うんだろう、ちょっとあまりうまく言葉には表せないんですが餃子のような配信でした、皆さん本当にありがとうございました、本当に本当にありがとうございました、決まったわ、いいこと言った
いいこと言いすぎたわ。愛しかない、本当に。では今日も餃子だけに皆さんのことを、ま、くるっとくるっと、ま、丸め込んじゃって、ジュージュー焼いちゃって、パクッ食べちゃってみたいに頑張ります。ありがとうございました。お疲れ様です。今日夜10時なんで、今日の夜の10時は多分めちゃくちゃおもろいんで来てください。ランキング読みます。13位オタピさん、ありがとうございます。アットマークキューティー魂、ありがとうございます。12位奥村さん、ありがとうございます。11位おつころさん、ありがとうございます。アットマークリカピチューさん、ありがとうございます。10位じゅんさん、ありがとうございます。9位大チョコピマルさん、ありがとうございます。アットマークヘヘヘ、ありがとうございます。ヘヘヘって笑うのも卒業します。8位チョイスさん、ありがとうございます。7位マナちゃんさん、ありがとうございます。アットマークラブシチュエーションも、ありがとうございます。6位藤友さん、ありがとうございます。アットマークヘヘシチュエーション、ありがとうございます。あ、もうヘヘヘって笑うのやめました。5位ハシムッチさん、ありがとうございます。4位ジミちゃん、ありがとうございます。アットマークラブシチュエーションも、ありがとうございます。3位アンドハローさん、ありがとうございます。2位クワさん、ありがとうございます。アットマークラブシチュエーションも、ありがとうございます。1位ニーズのハイチさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。マジもう感謝あふれすぎて、もうなんか川に流れてって、もう桃が流れて、もうパカッて割ったら桃太郎が現れて、まあ、みんなで鬼退治みたいな、鬼退治しちゃって、その後になんかみんなでハッピーハッピーみたいな、ハッピーバースデーでした。ありがとうございました。皆さん今日もありがとうございました。夜もよろしくお願いします。夜は22時です。ちょっとわけわかんないな、この子何言ってるんだろうなと思った方も、よかったらこの辺の白いハートをピンクにしていただいて、もしよろしければハッシュタグみょみょみょも使っていただいちゃって、よろしくお願いします。自己紹介しながらもうぶち切りで勢いで終わりたいと思いますので、よかったらこの配信の後にフォローしていただけると嬉しいです。ありがとうございます。 SK48 10期研究生の木内自覚です。好きな食べ物は海の牡蠣です。大学1回生です。これからはいろんな